8月24日午前の取引が終了しました。日経平均株価は下落しております。昨日と比べて25円84銭安の19408円80銭で全引けとなりました。トピックス東証株価指数も 1.19 ポイント安、 JPX 日経400も 11.93 ポイント安とそれぞれ小幅に下げております。もっとも東証一部の値上がり銘柄数は全体の約 57% の1160銘柄となっております。全体の約 57% が値上がり、これに対して値下がり銘柄数は約 35% の712銘柄にとどまりました。1160対710ということでかなり値上がり銘柄の方が多くなっております。規模別の株価指数で見ますと大型株指数はマイナス2ポイント、中型株指数もマイナス 0.6 ポイント、これに対して小型株指数が10.9 ポイントと上昇しておりまして、これが値上がり銘柄数が多かった要因と、小型銘柄の数が数的にはだいぶ多いと状況でありますので、このあたりがしっかりしてたということが値上がり銘柄数が多く、あるいは値上がり銘柄数が中小型株中心だったということを反映しているというふうに見ることもできます。新興市場も含めまして海外投資家の売り圧力が小さい小型株には個人投資家などの資金で上昇するものが目立ちました。売買は全体的には低調でした。売買高は6億5700万株余り、売買代金7774億円、8000億円にも届いておりません。外部環境としましては昨日のニューヨーク市場が反落で戻ってきました。為替はそれほど大きな動きはありませんでしたが、ただニューヨーク市場でトランプ大統領がメキシコ国境の壁建設などに言及したことが嫌気されて株が下げたという流れが東京市場にも波及した形です。もっとも昨日の東京市場は5番にこのトランプ発言を受けて徐々に上げ幅を縮める動きで終わっておりましたので、ある程度これを織り込んでたという面もありまして東京市場の下げは小幅にとどまりました。海外勢がやはり引き続き売り越し基調というふうに見られますので、大型株その影響の大きくなりやすい大型株は全体的に軟調だったということです。もっとも非常に少ない商いが表しますようにどんどんこう売り込むという動きも限られておりまして、全体としては模様眺めムードの強い展開に終始したという形です。この中でテーマ性のある中小型株などには個人投資家などの買いで高くなるものも目立ちました。こういった中で下げた銘柄としましては、今日は鉄鋼株がかなり大きく下げ売られたのが目立ちます。代表銘柄としまして新日鉄住金5401は結局全引けで 2.2% ほど下げております。他にも JFE や神戸製鋼などあるいは特殊鋼メーカーなども軒並み安となりました。こちらは新日鉄住金が主に供給しておりますトヨタ、これが鋼材価格を引き下げるということを伝えられまして、これが嫌気されたという動きが見られておりました。逆に上昇した銘柄としましては個別で4917、化粧品のマンダムが 3% を超える上昇となりまして、上場来高値を約1ヶ月ぶりに更新しました。こちらは昨日の取引終了後に9月30日を基準日といたしまして1株2株に分割するということを発表しまして、改めて足元の好業績が見直されたという動きであります。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。